こんにちは。今回はそろ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 とを一緒に勉強します。じゃあ始めましょう。こちらを見てください。もうすぐ近い将来という意味があります。今2人が挨拶をしていますね。例文を見ましょう。もうこんな時間ですね。そろそろ失礼いたします。うん。こういうふうに使いますね。今2人は話をしていました。 これで終わりますという意味ですね。そろそろ失礼しますと言います。これはもうすぐ失礼しますという意味です。でも10分とか15分ぐらいまた話すこともあります。うん。別れの挨拶でそろそろ失礼しますと言ってもいいですね。次。うん。もうそのくらいの時期ですという意味があります。うん。今いろいろな女の人がいますね。例文を見ます。 娘もそろそろ結婚を考えてもいい年齢です。うん、この時のそろそろですね、うん。もう結婚してもいい時期です。という意味があります。うん、だけど、この時のそろそろはどちらかというと <laughs>、もう遅いです。早く結婚しなさい。という意味もありますね。<laughs> そろそろはちょっといろいろな意味があると思います。次。 うん静かにゆっくりとという意味があります。今男の人が滑りましたね。例文を見ます。割れると怖いので凍った池の氷の上をそろそろ歩いています。さっきのそろそろとは全然違います。この時はとを使います。うん 静かにゆっくり歩きますという意味があります。はい。じゃあ、まとめです。1番。もうすぐ近い将来という意味がありました。そろそろ雨が降ります。うん。こういう風に言うと、もうすぐ雨が降りますという意味ですね。さっきみたいに、そろそろ失礼しますは、もうすぐ帰りますという意味がありました。別れの挨拶として使いますね。では、今度2番。 もうそのくらいの時期ですという意味があります。さっきみたいにそろそろ結婚してもいい時期です。そろそろ大人としてのルールを身につけてもいい年齢です。うん。そのくらいの時期になりましたよという意味ですが、ちょっと未来のことを言うこともできますし、今のことも言うこともできます。そしてさっきのようにもう遅れていますよという意味もあります。ちょっと 時間の幅が広い言葉ですね。そして3番目。これは1番と2番とちょっと違います。そろそろとも使えます。静かにゆっくりと歩きます。このような時にそろそろを使いますね。うん。これは3つしかありませんから簡単ですね。ぜひ覚えてください。じゃあ、今回はこれで終わります。ありがとうございました。